夏希、ママよ。起こしてごめんなさい。いい知らせがあるの。美和が見つかったの。あなたのお母さんよ。信じられる？隣町の富士見丘に住んでいたの。そう、あなたのお母さんよ。母子手帳持ってたの、その人。早く帰ってらっしゃい。いいわね。それじゃあね、おやすみ。どちら様でしょう。川瀬愛さんでいらっしゃいますね。ええ。テレビ局の者ですが。どういうご用件でしょうか。ご主人のことで伺いました。お待ちください、門を開けます。テレビのプロデューサー林田直子と申します。川瀬真嗣さんのことで伺ったのですが。主人の川瀬は亡くなっておりますが。存じております。実は終戦直前の8月6日広島に原爆が投下された時、一人のアメリカ兵も被爆していたことが分かったんです。それが主人とどういう関係があるとおっしゃるのでしょう。広島の平和記念資料館に保存されていますご主人のメモを拝見してその事実を知ったのです。当時医師として被爆者の治療に当たっておられた川瀬さんは、あの日アメリカ兵も広島で被爆したとそうメモに書かれているんです。今回それをテーマにドキュメンタリー番組を制作しようと考え伺いました。私は何も存じません。どうぞお引き取りください。どうしました。警察から連絡があって娘の美和が釈放されたそうです。それはよかった。一緒に来ていただけませんか。これから会いに行こうと思って。今どこに。警察が住所を教えてくれました。行ってみましょう。長らく戸籍係をやっていると、人間は名前、書かれた文字でしかない。それが失踪した娘さんを探している奥さんと出会ったおかげで、名前の裏側に生きた人間がいることが分かりましたよ。もっとも死んだ女房には奥さんのことで変に気を回されましたがね。
確かに名前があります。401号室、上がってみますか。留守のようですね。出直しましょうか。お宅までお送りしましょう。見てください、あの人。似ている、似ているわ美和に。雅子さんですね。お会いしたいという方がおられるのですが。どなたでしょう。あの人どなたですか。あなたが自分の娘ではないかと。そうですか。会っていただけますか。ええ、よかったら部屋にお上がりください。401号室です。突然お尋ねしてご迷惑でしょう。いいえ、慣れています。それで似ていますか私。ええ、どこが似ているんです。目でしょうか。皆さんそう言われます。24年も前に失踪されたそうです。それじゃあ面影もないでしょうね。構いません、よく見てください。